こんばんは、日常演武です。本日はこちら成城石井のプレミアムチーズケーキアソートを食べていきたいと思います。今もしかしたら私の動画を見てくださっているあなたはあれと思ったかもしれません。成城石井といえば2024年の元日におせちを食べたのですが、その時店舗ないんですよね。だからネットでと私はぼやきました。ですがその後私の住んでいる和歌山県にも店舗できたんですよね。嬉しいことに。なので気になって買ってきました。チーズケーキが美味しいと言ったので買ってきたんですが、なんかいろんな種類がお試しで食べられるアソートセット、これネットで買えなくて店舗しか並ばないらしいです。なので一度にいろいろ楽しめるこちらを食べていきたいと思います。結構信じてくれたの嬉しいな。中に入っているのはプレミアムチーズケーキ、まあ、これがノーマル版ですね。あと濃厚フォルマンチ、マロン尽くし、シチリアン、ごめんなさい。いろいろな種類が入ってる、どれから食べるかかもしれないんだけど、やっぱり最初は一番王道のシンプルなやつから、多分これだと思うんですけど、いきたいと思います。では、いただきます。成城石井がというお店ができてどうなんだろうなと思ってたんですけど、出てよかった。全力でそう言えるチーズケーキです。うん、もううまく言えない。口の中で濃厚に広がるチーズの味わい、そしてところどころでくる変化。さらにはいろんな種類があるので、飽きずに食べることができるのも嬉しい。まあ飽きることないんですけどね。いや、さすがにそれはない。いや、あるのかないのかどっちなんだって突っ込まれそうですけど。チーズの旨味、たっぷり堪能できますね。うん。で味わえるアソートもいいですが、丸々一本食べるのも、絶対にありだと思います。それぞれの味の詳細については、この後すぐ。ごちそうさまでした。そう、どのチーズケーキも非常にねっとりとした食感で、結構歯応えを感じることができます。なので、かなり食べ応えのあるチーズケーキに仕上がっているなと実際に噛んでみて自分は思いました。その上でなんですね。まずシンプルな通常版は口の中で噛んだ瞬間にねっとりとしたチーズと上の方に置いてある何だろう、焼けたスポンジというか何かの食感、そして中に入っているちょっと甘酸っぱさが口の中で広がってきて美味しかった。チーズのねっとり感だけでなく、レーズンの甘酸っぱさで少し爽やかな気分になれるのも良かったですね。爽やかな気分といえばシチリアレモンも負けてはいません。レモン果汁が効いていて、通常版よりもさっぱり感が増しているので、さっぱりとした味わいがお好きなのであればシチリアレモンの方がおすすめです。その次に食べたマロン、モンブランペーストの優しい甘さが口の中で広がっているのですが、ちょっとチーズと食感が被っているのが若干残念でしたね。今回はマロンペーストよりも栗自体の食感の方が変化があって、栗自体の果肉というかそういうのが入っている方が食感に変化があってより美味しくなったのではないかなと自分は思いました。その程度で、またくださいね。濃厚フォルマン。通常版よりチーズの濃度がさらに強くなっているので、チーズがもっと食べたいという時にいいかもしれません。いずれも美味しかったのですが、やはり基本の土台がしっかりしているからこそこの美味しさがあるのかなと思ったので、今回はプレミアムチーズケーキノーマルを代表として5点とさせていただきます。それでは、すずさん。風鈴とルーブル美術館共に、確かに美意識や美感覚を味わうじゃないか。養われそうですけど。というわけで本日は、成城石井のプレミアムチーズケーキを含む5品のチーズ、4品のチーズアソートを食べてみた動画でしたが、あなたは成城石井のチーズケーキ食べてみたいと思いましたか？私はまた食べてみたいと思っていますし、他のスイーツも買ってきてレビューしたいと思いますので、もしあなたが成城石井でこれ美味しいよっていうおすすめのスイーツの商品があるのであれば、私に教えていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。